今は朝は4時、創価学会が聴覚やってリークしてからめっちゃ静かになった。普通に車しか通ってない、まあ、今やっぱり分かったでしょ、勤勉なストーカーってね、そのカルト関係多いからね。で、超安全な爆音作って実は創価学会でしたってリークしたら、もう今朝からめっちゃ静か。もういつもこのぐらいの時間からもう始めとったから、よっぽど勤勉、もっと前の時間からうちが起きた頃から始めるから、全体宗教関係って分かっとって、カルト関係って、宗教関係っていうよりまあカルト関係とかスピリチュアルカルト関係、まあその科学もそのこの類型で、あれ宗教ちゃう、宗教団体しか、なんていうの、どっちかというとカルトスピリチュアル系 の、 あの元祖みたいなオバハンドを集めた宗教男子も、その陰謀論のタイプのやつの大本教とか、あの辺と似た日蓮宗いうのもな、大本教っていうのは実はあの神道系、日本神道系で、仏教系が日蓮宗よう似てんねん、実は日蓮宗と大本教ってな、な、まあ静かやろ。で、だから大本教が元気ない方、別に神道と別に何も矛盾せえへんから、実は脳の時はっていうの神道の方から言えば、ああそうですよ、なんでそんな詐欺あるんですかって、むしろ神道の方で言っちゃうぐらいに土星論になって、脳の時はな、だからもう神道がもう吸収したと考えていいよ、脳の時はのことはな。まあだから自民党から、まあ、神道で割ってまた自民党が吸収みたいな感じや、脳の時はに関してはね、そうかがすごいな、仏教ちょっと、まあ、ちょっとノリが違うからな、日本で言ったら仏教ってかいけど野党やから、日本から見たら野党同士の嫌味を仏教は演じるよなと思うで、ね。